次がこれ。この島。トロッコ、あったあったあった。せーの、はい。うえー今多分トロッコまっすぐ走ってなかったですよね、きっとね。せーの、はい。いけー、うわー飛んでいる、ひゃーあ、宝箱あったわ。何だったんだろう今の。ちゃんとうまく作ればあれ乗っかるのかな、最後のレール。あーしょ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 、オッケー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 。17個目、ここだね、この島。あっ宝箱あるじゃん。あしかもなんか強そうなゴーレムいるじゃん。ついでに戦っとく。よいしょ。そうゴーレム素材もね、装備強化に必要ですからね。これも意外と大変そうなんですよね。はい、じゃあここにある宝箱いただきます。これは大丈夫でしょうね。これはいけそう。うんうんうん、オッケー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 。18、あと2個。よしよいしょ。まあこいつでしょうね。このゴーレムは、あ、上等で倒してない。で宝箱も今、あ、あるね。よしオッケーオッケーオッケー。よいしょ、せーの、1234、はい、1234、はい、オッケー、はい、よいしょ、うまい、ナイス、捉えた。1234、あー間に合わない、いけ、なってくそ、かっこー、よし、せーの、一撃だったのにな。よし、オッケー。じゃそこの宝箱開けてですね。いやー、一個行方不明だな。これまずいな。はい。49。ほんで、宝箱を開けますと。はい、せーの。待って、あれ嘘、え、で、お、この古びた地図は宝は入手済みだった。いや、そうじゃなくてさ。え、マジか。え、俺絶対こいつだと思ってた。終わってことは2個行方不明。あー、ちょっとこれ一回地図とにらめっこしないとダメなやつ。はい、地図とにらめっこしてまいりました。怪しきは5箇所ですね。この5箇所になかったら、ちょっとこれは大ピンチなんじゃないかなっていうところですが、ちょっととりあえずここが一番臭いんで、ちょっとここ行きます。はい、よろしくお願いします。宝箱ありましたね。雷鳴島の顎のところにありましたね。ここはちょっとむずいってか無理だな。これは、ここ歩かないもんな。なるほどね。まあいいや。とりあえず1個見つけた。オッケーオッケー。ここは行ったよね。ここ覚えてますよね。夜光石のね。交渉ね。ああ、ここでもないか。この球体とかやってないわけないもんな。やったもんな。やったけど宝箱開けてないみたいな。そんな話ある？あれちょっと待って。あった。あ！宝箱あった！見つけた！これだ！ラスト1個！どうやって、え、下？どうやって入んだ？え、待って、こう、どうしたらいいんだ、ここ。え？あ！こういうこと？マジで？うわ！うわ！マジか！これいつ来た？ここの球体。うわ、これは、まあ、確かにもう、東大元暮らしだな、これ。なあ、怖い！
れはよ、いや、球体は全部くまなくやったと思ってたな、マジか。うーわ。いやー、ここでした。ミナッカレ空諸島。おぉ。いやー、多分だからこれ、あれですよね。水の水で行った直後ぐらいですよね、来たのね。いやー、これは参りましたね。いや、でもこれで無事ね、賢者の石20個揃ったんで、はい。じゃあちょっと、使いに行きましょうか。せっかく集まったんでね。はい。いやー、びっくりしましたね。やっぱこういう見落としあるんですよ。ちゃんと一個一個チェックつけていかないとね。いやいやいや、本当に、なんかこう、ティアキンの試練をこう、味わった感じがしましたね。はい。ということで、賢者の石4つと引き換えに、望みの賢者との絆を深めて差し上げましょうということで、なんか、パワーアップとかできる感じなんですかね。はい。まあ、全員しましょう。はい。チューリとの絆を深くいたしましょう。お。小指だ。風の賢者、チューリとの固い盟約。深くなった証。呼び出せる分身の攻撃力が上がる。ほう、なるほど。これはあれなんですかね。全員攻撃力上がる感じなのかな。そうだね。攻撃力ですね。あれなのか。なんか俺、なんかさ、固有のさ、いろいろ風吹いたりとか、雷撃したりとかさ、ドガーンってやったりとかするじゃん。あれのなんか効果が上がるとか、そっちかと思ってましたね。か、なんかクールタイムが、早くなるとか。うん。そういう感じじゃないんですね。全部攻撃力が上がる感じなんですか。ね。シドも、ルージュもそうですね。おぉ。ゴーレムは違うんじゃないですか。ゴーレム若干、特別だから、ね、ミネルは。ミネル違うんじゃないの？違ってあってほしいんですけど、使い道マジでないから。呼び出せるゴーレムの攻撃力が上がった。そうっすか。そうなんですね。お行きなさい。この世界にあんねえよ。なるほどね。はい。ちょっと調べました。一律攻撃力が 1.3 倍になるそうです。はい。なんかその特殊効果上がったり、クールタイムがどうのこうのっていうのは全くないみたいですね。はい。なので、まあ、早めにやっておいた方がいいと、ただただそれだけ言えるっていう感じですね。まあでもなんかちょっとかっこよくなってカラフルになってよかったですね。はい。オッケー。じゃあこれで賢者の石が終わったんで、じゃあちょっとまた別のことやりに行きましょう。はい。ということで、続いてはタバンタ大橋にやってまいりました。今回の、セルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムで、一番見つけにくいのではないかというね、地上でね、その土地に向かいたいと思います。それでは、レッツ・ゴー！ここだ！出た！ボール運び受付！すごいところにありますね。このタバンタ大橋の下ですからね。こんなところにさ、踏まないといけない地形があるなんて思いませんよね。こんにちは。ああ、青年。体を動かしたくなる気持ちのいい朝頃に。ここに来たってことは青年はボール運びに興味がある頃ね。なんすかそのボール運びって。ボール運びを知らない？一回やったらやめられなくなるあの大人気の遊びを？まあ、わずがこの谷でひらめいた遊びだから知らなくて当然だ頃ね、都合。ルールは簡単。制限時間内にボールをできるだけ遠くに運ぶ頃。ほう。運ぶ手段は手で運ぼうが何かに乗せて運ぼうが何をしようが何してもいい頃。ほう。ただし、ボールをなくしたら失格だからそこだけ気をつける頃。ほう。遠くに運ぶほど豪華なご褒美があるから張り切って運ぶ頃よ。ほう。うん、おう、やってみましょうか。ミニゲームなんだ。はい。やります。挑戦します。では、ボールの使用量20ルピー。はい。よっしゃ、それじゃあボールを置くから準備できたら声をかけてほしい頃。で、ゴルフボールなのね。で、準備ができたら話しかけろか。なるほど。ちょっと考えるわ。はい。まあ、なんかちょっとオーソドックスにとりあえずくっつけてみました。まあ、とりあえず一回飛ばしてみて考えましょうか。青年、準備はいい頃か？バッチリ。よし、じゃあ早速スタート位置に着く頃。
うん。おう。気合を入れてボールを遠くまで運ぶ頃、それでは、よーい。まあ、そこそこ運べんじゃないかな。30秒か。なるほど。オッケー。レッツゴー。飛んでくれ。よいしょ。あー意外と時間が、意外と時間がない。これはロケットの方が良かったかもしれない。いやー、全然、あー、どうなんだろう。100メートルは超えた。100ヤードと言うべきなのか、100メートルと言うべきなのかよくわからない。こう、あ、高さいらないな。高さいらないね。なるほど、なるほど、なるほど。横向きの方が絶対いいですね。あー、これ、この辺、この辺、この辺か。259.9。終了ごろー。今回の結果は 259.9m。 すごい、こんなに運べるだって。さすがわずか見込んだだけがある頃で、いいもの見せてもらった。さあこれ受け取る頃、これいいのかな、どうなんだろうな。青年の腕を見込んで制限時間を伸ばした上級コース。ああ初級コースだったんですね今のね。もっとすごい記録を見せてくれ頃。早速だけどもう一回、じゃあやりましょう上級コース。うん、いや、まあなんとなくね、分かったわ要領は。はい、よし、こんな感じでどうですか。もうちょっとコログ大喜利で散々あのノウハウは溜まってるんで結構自信あるんですけど行きますよ。よし、じゃあよろしくお願いします。さあそれでは気合を入れてボールを遠くまで飛ばすところ、よーい。あ、これ操縦席手前にあった方がいいですね。あー、はい、行きまーす。ドガーかっけー、うー、うー、いいじゃないですか、いいじゃないですか、結構順調じゃないですか。お、いいじゃん、いいじゃん。いや、もうだった、ほらほらほら、見て見て、200m 超えた。よしよしよし、 OKOKOK。 これあれだな、あのもしかしてこの谷のゴールまで行っちゃうかもしれないから高さ上げた方がいいかもな。どうだろう、どっちだろう、飛距離か。いや正直詰めば詰めほど、詰むほどいけるな。これやろうと思えばいくらでもいけるな。あ、10秒切った。よし、10秒9876700m54、800いくか ?3、2、1、どう ?800 いった。813メーターはどうなんじゃろうどうよ。今回の結果は813メートル2。たまげたごろ、こんなに遠くまで運べるなんて。ボール運びのスターを目指せるごろ。そんなスターになりたくないんですけど。全然食えなさそうじゃないですか、そのスター。はい。あ、100ルピー。あー、まあ、じゃあこの辺なのかな。早速だけど。あー、いや、もう、とりあえずいいです。はい。またやりたくなったらいつでもわずに声をかけてほしいごろ。はーい。あ、これで終わりなんですね。オッケーオッケー。でですね、皆さん。この、地名を踏んだことによってですね、いよいよ、99.03%、 あと 1% 切りました。やりました。はい、じゃあもう残すところね、あとわずかでございますんでね。はい、じゃあちょっと頑張ってね、 100% しっかり成し遂げていきましょう。はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日もやっていきましょう、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はですね、少し 100% クリアから離れてしまうんですが、グリオークを全討伐したいというふうに思っております。っていうのも、装備の強化にね、グリオークの素材がそれなりに必要なんで、ちょっと先に全部倒しといて、ちょっと素材を集めたいなというふうに思っておりますので、皆さんお付き合いください。はい、でね、残り4体いると思うので、まあ、ちょっとその4体をね倒していきたいなと思います。お、これだな、キビナコ南のライデングリオーク。よし、対戦お願いしまーす。よいしょ、1個外したよし、やってくぜ。そうね、とりあえずね、まあこれも一つ、まあなんていうんですかね、コンプ要素の中にはあるっちゃあるんでね、とりあえずいろいろ肝とかね、いくつかあるんでね、必要なものがね。まあとりあえず集めていきましょうって感じで。うわ、転がるねー。よし、オッケー。意外とさ、首動かすな、グリオークって。当たんねえんだよ、攻撃がって感じ。あれですね、でも、ここ、よいしょ。雷鳴らないですよね。ね、なんか、雷雨攻撃じゃないですか。雷電グリオークって。ね、晴れてますよ、普通に。そんなもんなのかなみたいな。
あとちょっとそこにいるともしかしたら素材落ちちゃうからもうちょっと中央に置いてもらいたいんですよ個人的には。間に合うか、間に合え、間に合え、間に合え、あーちょっと待ってミリの腰持っちゃーあーあーくそフリーオークさん、あ出た、お疲れ様でしたマジなー見残し倒しきれるかなと思ったんですけどね。よしでね、やっぱグリオークの肝ってキンググリオークしか落とさないですよね。やっぱそうなんだよな。いやそれが一番ね大事なんですよね、必要なんですけどね。まあちょっととりあえずこんな感じで倒していきたいと思います。はい来ましたね2体目、氷雪グリオーク、ビロン雪原の氷雪グリオーク。よーし、ちょっとせっかくなんで装備を冷気攻撃、低音時冷気攻撃にしてみました。あ今チャリーンって言ってますねチャリーンって言ってるけど氷雪グリオークに対してのあれはどうなんでしょうね。あー痛い。意外と止まれるとさ、おしまい、よあれですね、ジャンプ台使わなくなりました。えい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 、オッケー。あれなんですね、5発目に出てくるんですね霊気攻撃がね。まあちょっといろんな装備せっかく出来上がってきたんでね、試さないとね。はい、数多くない気のせいかな、めちゃくちゃ数が多い気がする。よーん、届くかな、結構距離あるぞ。せーの、はい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 、オッケー、ふー、あ死んだ、オッケー。まあ、こんなもんですわなもうグリオークなんか敵じゃないですわなっていう感じでね。どうよ、あやっぱ肝落ちないんだな、攻略サイト間違ってますねキンググリオークだけですねやっぱね。